はようございます。井上です。今日は誰でも気軽に楽しめるワカサギ釣りにやってまいりました。ワカサギ釣りにはボート釣り、桟橋、ドーム船、氷上の穴釣りがありますよね。もうどの釣りもすごく楽しいんですが、暖かな室内で気軽に誰でも楽しめるドーム船を今日はチャレンジしたいと思います。それにしてもすごい美しい景色ですね。富士山もね、朝のもう日を浴びながら素晴らしい園を見せてますよ。さあ今日もやりたいと思います。メインの他の小物類について説明いたします。まず餌箱、これ大事ですよね。餌を入れるわけですけど、この茶こしのやつに餌を入れてフリフリするとなおさら取りやすいです。ですからこの茶こしも用意してください。そしてその餌を切る、カットする場合にはハサミが必要ですよね。1個だと落とすと大変です。ですから2つは必ず用意しましょう。釣った魚をカウンターで数えます。 1,2,3 ですからカウンターもあると大変便利です。電動リールの付属品として便利なものがあります。まず延長アダプターですね。釣り座の広い位置にそしてこの角度チェンジャー、角度をつけることによって当たりを出やすくしたり見やすくしたりします。これを延長アダプターと角度チェンジャーをつなぎ合わせることによって釣り竿の広いところで使えるわけですね。大変便利ですね。次に電動リールが落下しないようにこのように伸び縮みするコードを使ってください。持参すると大変便利です。次に予備電池が必要です。釣ってる最中電動リール電池切れなんていうことにならないように用意してください。そしてジップロックですよね。このように最後に魚を入れるのに大変便利です。ドーム船の中で使用する釣り道具です。主に使うのが電動リール、そして手巻きリールがありますね。電動リールはもう一気に自動に巻き上げてくれます。手巻きリールはこちらの方のレバーで巻き上げることができますね。今日使うのはこちらの電動リールです。さあ穂先です。穂先はね、柔らかい竿から硬い竿までたくさんの種類があります。これはちなみに2つの電動リールを使うために調子が2本ずつ入ってるからたくさんあるように見えますが、実際にはこの半分です。そしてこの穂先、柔らかいものはやはり渋い時、当たりが繊細な時ですね。そして硬い穂先、水深が深いところ、重い重りを使うところ、そんなところで使います。またこの穂先は先調子、胴調子、その2つがありますね。先調子はより一層繊細な当たりが取ることができます。そして胴調子は縦掛けなどのゆっくり誘ったりする場合、水深の深いところに主に向きますね。